とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。締め具と無謀の相性がいいらしいですね。今日はちょっとやってみようと思います。まず、締め具。あんまりいいのはなかったんだけども、とりあえずのやつですね。エンチャントが衝撃波旋風輝き。もう昔のまんまですね。昔はこのセットが強かった。で、さらにそれに待ち伏せです。あんまり意味はないね。待ち伏せが一応ついてます。で、ウィザーアーマーですね。無謀ポーションバリア、クールダウン。そしてなぜかソウルフォーカス。はい、これでいきます。アーティファクトはエリクサーのカバン、ドラ、キノコですね。普通に攻撃をすると、こんな感じです。一撃62万だね。で、それに、パワーポーションを使うと、97万。まあ、だいたい100万ぐらい一撃で与えるので、これにキノコを使うと、だいぶ強くなるんではないでしょうか。さらにドラを使うと、一撃300万か。かなりいいんじゃないですか。はい。とりあえず、羽なしの編成で今日は行ってみましょう。それでは行ってみましょう。モニュメントですね。なかなか珍しいとこに来た。で、初期 HP が1に固定されて、クリティカルを持ってる。なので、さらに火力アップをしておりますね。で、羽を使わないビルドなので、敵の変更は特に気にしなくて大丈夫だと思います。今のところ別に問題ない。やっぱり締め具は、一撃一撃が、ものすごい低かったのよ。ものすげえ低かった。それを無謀で、なんとかできるっていうことで、まあいいのかな。あとこの攻撃速度だね。この攻撃速度があるので、ウィザーアーマーと合わせて、もう一瞬で回復するから、それでもまあ一ついいところではあるんですね。で、さらに輝きもついてるしね。輝きはいらないのかもしんないね。いや、いるか。あ、わからん。もういらんのかもしんない。うん。まあとにかく、そんなに使いにくさはない。あ、まあまあ、この攻撃範囲のね、狭さっていうのはあるよ。そこはあるんだけども、別に、不便は、そこまで感じないね。行きましょう。あー！なるほど。バーストボーストリングが良くない。全然良くねえな。ちょっとバーストボーストリングはちょっとやめます。こう弓使っても意味がないんでね。無限付きの方にしときましょう。はい。まあ、今みたいに跳ね返されて落ちちゃったりするんでね。注意していきまーす。中間地点でーす。特に問題ないね。全く問題なく、来れてます。ただね、ちょっと油断すると、遠距離の攻撃をバーって受けるのよ。それでね、ぐっと減るときはある。けども、それぐらいかな？今のところ脅威は。うん。なんで、ポーションバリアをうまいこと使っていけば、別に問題なく、進んでいけてます。で、あれだね、リフレッシュが、なかなか効きづらい。うん。まあ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 、ちょっと仕方ないところなのかな。できれば、しっかりとね、リフレッシュ効かせていった方がいいんだけども、どうもね、旋風がやっぱり良くない。うん。旋風で倒すと、リフレッシュが発動しないんだよね。これ、旋風で倒してる気はないんだけど、どうしてもね、旋風で倒してる判定になるのよね。それがなかなかね、危ねえ、難しい。リフレッシュがね、ほぼ意味、もう全く意味ないのか。あ、違う。そうだ、俺リフレッシュついてないわ。俺何やってたんだ。なんかリフレッシュ効かないなと思ったら、そうだ、リフレッシュついてないわ。そうだ、そういう装備、すいません、忘れてました。ということでね、
後半戦もちょっと頑張っていきましょうか。まあボスは多分ドラ使ってバーッといけば問題ないのよ、全く問題なく倒せると思うんで大丈夫でしょう。うん、でやっぱねこの装備もあれだ、ソーブレードと同じで遠距離系にとにかく弱い、遠距離に弱い。でしかも無謀でね HP がぐっと減ってるんで、なんかねナイトメアやってるような気分だもんね、気分的には。そこまで難しくはないんだろうけど、でもなんかね気持ち的にはねナイトメアをやってるような感じです、ソーブレードで。でもまあこれでね遠距離系になれればまあまあまあ後々いいんで、ちょっとねしっかりと慣れながら行きましょう。オッケーオッケー。でもポーションバリアでうまいことね立ち回っていかないとこのビルドは難しい。あぶねー。オッケー。ちょっとこのそうね輝きじゃなくてリフレッシュでもいいのかもね。旋風衝撃波、あと輝きじゃなくてリフレッシュ、そっちの方がいいのかもしれません。この先キャプテンいそうね、一応行くか、怖いけどちょっと死ぬのは嫌だけども一応チェックしに行きましょう。うわーひでえな、ちょっと待って、敵の数がひどい。あ、待て待て待て、もういない、キャプテンいないわ、危なー。アイテムを取る、モーションに入るとダメだもんね、攻撃をやめちゃうので一気にピン、あ、バーバーバーかまあいいや、輝きで回復しろ、よし。まあね、そこそこ安全に進んでいけばいけないところはない。うん、時間かけていけば大丈夫なのよ。嫌な場所やな、あっぶね。アイテムが出た時はちょっと注意しよう。 OK で、あとね羽ぴょんしないからコンジットをずっと持っていけるっていうのはいいね羽でぴょんぴょんするとあれどうしてもね最後まで持っていきにくいのよ。それが解消されるっていうのはまあ一ついいところではないですか。よし、あ違う違う、もうボスだね、危ねえ。よかった遠距離系がいない。はいはいはい、 OK 影の武竜、ああ攻撃しちゃった、あこっちにもあった、よかった。あれなんかいた、フグかい、よし。であとはもうあとはボスに行くだけだね。それではボス張り切って倒していきましょう。ちょっと待って、ああ OK、 おやっぱりね火力は抜群、抜群よ。ただし攻撃を受けないようにしないといけないね。うん、攻撃はしっかりと受けないように立ち回っていこう。影の武竜は一応念のためっていうことで取っておきましょうか。うん、およ余裕じゃない、え無敵になる数が少なくなかった、え2、3回だいたいね無敵になるんだけども、え今回は何サービス、かなりサービスが良かったね、2回目で倒すことができました。はい、ということで今日はですねこれ闘志の締め具プラス無謀やっていきました。もともと攻撃力が一発30万とかなり低めのやつなんだけども、無謀を入れることで50何万かになるのか、
かなり攻撃力がアップして使いやすくはなります。ただしやっぱり無謀 HP が 60% 減少してしまいますので注意は必要です。慣れが必要だね。はい、まあ全然いい装備ではなかったでしょうか。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。